どうも、つばるです。バトルフィールド5やっていこうと思います。今回はリクエストであった C4 特攻をやってほしいということで、バトルフィールド5、C4 はないんですけど、ダイナマイトがあるんで、車に大量のダイナマイトをつけて特攻していこうと思います。これで吹き飛ばしてやる。いやもうこんだけつければ十分でしょ。10個20個つけてればかすり傷も致命傷。まあ今回こんな風にね、ダイナマイトを大量に車につけて突っ込んで発破することによって破壊するというこの C4 特攻分隊ね。いやなんかいいポイント来てるって。おあいつも絶対 C4 特攻しようとしてるっしょ。今回この消し隊付き合ってくれる方々の KD は確実に下がるんで、まあご了承くださいと。このまま突っ込みます。正面に戦車、おー待て待て待て、なんか来てる、輸送車来てる。おーなんで敵もさ特攻しまくってんの。もしかしてこれ流行ってる。やられたことならいくつかあるけど、こんなにも流行ってたっけ。ちょっと遠隔操作型になっちゃったけど、もうこれ行くしかあるめえよ。葉っぱ OK。 素晴らしい。でもこれシアハートアタックね。なんか BF5 の使用上さ、他社の葉っぱならダメージ食らわねえかなって思ったんだけどさ、車の耐久値減るから絶対3人犠牲になるんだよね。3人の犠牲の上でのティーガー戦車の破壊だから、これ必須魔法ね。破壊できるかなこれ。いやさ、パンツァーファースト直当てしても11ダメージだからさ、もうどれだけ C4 特攻が楽しいかって話よ。お、来た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 。いいね、輸送車両くんが来てくれた。これ俺のダイナマイトも追加して D ポイントにいるティーガー戦車破壊しようぜ。近道はないけど、できる限り楽な道を行きたいからね。いいね、もうすでに数個つけてる。よし、このまま特攻しようぜ。俺も追加して、まず俺が起爆艦ダイナマイトをつけるから。で、その起爆とともに全てのダイナマイトが爆発し、ティーガー戦車コッパみじんになっていくぞ。さっきはシアハートアタック作戦だったけど、今回は同乗してのバイザーダスト作戦だから、このまま特攻する。 D ポイントに同乗していくぞ。さあ、これいるでしょ絶対。あれ消えてる。痛い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 、行くぞ。押すね、今だ。素晴らしい、ティーガー戦車を1台破壊した。もうこっちの方が楽だわ。やばいってこのダイナマイトの数。実際にさ、このダイナマイトの数で爆発したらどのぐらいの威力があるかって話よ。ティーガー戦車にトンネルは開通できるんじゃねえかなって思うけどさ、そのインデペンデンスデー理論で行くんだったらさ、あんまり表面での爆発だから焦げる程度なのかもしれないね、もしかしたら。だからこその C4 特攻かもしれない。これ C4 特攻でティーガー戦車にぶつかってバグで内側から爆発させるっていう、隕石もコッパみじんできるぐらいの威力あるから。みんなさ、特攻っていう言葉聞くと脳筋プレイのイメージあるっしょ。でも俺らは違うんだ、そこらのやつらとは違うから。ちゃんと周り索敵して横っ腹つくから。いるくね、4号戦車いるわ。行くぞ行くぞ行くぞ、トコトコトコ。あ、もう何も考えない、行くぞ。覚悟はできたか。俺はできている。このまま行く。待って、2台いるんだけど。2台、行くぞ。これいいとこだったよ、いいとこ。第3の爆弾パンツァーダスト、うわー。やばいやばい、めっちゃ飛んでってるんだけど俺。え、待って待って、おい違うスタンド発言してるんだけど。ここどこ、この草原どこ。ちょ、え、マジでどこ。あ、なんかテクスチャー荒いからマジで外周の外周だわこれ。助けてー。どこここ。でも今のところさ、戦車3台破壊してるんだよね。だそこらの戦車よりちゃんと仕事してるから。ちょ、サムネ撮るぜ、サムネ。記念すべき第1回 C4 特攻分隊記念撮影、はい、チーズ。これさ、 D ポイントまで取れてるの俺らのおかげ説ない。このC4 特攻分隊がいることによって敵の戦車絶対怯えてるっしょ。リスポーンでのしょうもな打ち合い、これ俺らもどうする、仕事なくね。え、待って、これ行く、もしかして行く、これ正面の戦車リスポーンにいるやつ。いやもうダメだこれ、止まんないわ車。これ運転で意思を伝わるわ。じゃあ行くぞ、このまま特攻する。大丈夫、これ集中してるわ正面。行こう行こう行こう、このまま突っ込んで行くぞ。葉っぱナイス。いいね、待って蘇生するわ。命を無駄にはさせない、これいいね。味方にさ特攻させて俺が発破する作戦。いいね、オッケー、これで KD は下げさせない。あれもう一人。待って、なんか一人だけさ格殺入ってるんだけど。いるんだけど、ダイナマイト整備士が。常に車にダイナマイトをつける専門家がここにいるから。で、次もこれで特攻かな。ありがたいわ、拠点ごとにバギー湧いてくれんので。ちょっと俺が乗る。次は敵の戦車にぶつかった瞬間もう発破しちゃっていいからね。俺が犠牲になるけど。
まあそんなことはどうでもいい。戦車を破壊できれば満足。さあ敵の戦車まだリスポンかなこれ。やばい、ちょっと待って、一回逃げよう。まずい、撃ってきてる。バレてるバレてる、待って、逃げよう。やばい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 、砲弾飛んできてる。やばい、爆風でさ起爆するからちょっと一回逃げるわ。やばい、対策されて対策。ちょ、一旦飛行、一旦隙を見て突破しに行くぞ。ダメだ、少しの静電気でも起爆するからさ、本当に慎重に動かないとすぐに崩壊するからね。これさ、 D ポイントに戦車いるっしょ絶対。これまあ裏特攻するっていうのも、あーダメだ、歩兵がいる、歩兵がちょっとの弾薬でもね起爆するから。これ正面いるかな、戦車いるね、行く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 、このまま正面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 特攻する。待って、手前いる、ちょ、こいつ破壊しよう、こいつ、待って、あー待って、パパパパパ、あーダメだ、これちゃんとねつけないとダメだわ。横のダメージだ、本当にインデペンデンスレー理論で破壊できないわ。だからちょっと工夫してんの好きだわ。横に設置してもなんとか大爆発を起こせるようにしてんのいいね。なんかトータルタンクシミュレーターのさ、神風戦車の視点って大体こんな感じなんだろうね。生きては帰れない視点ね。そこだ、危険だぞ。でしかもアメリカ版神風特攻だからさ、でこれアメリカ版の神風特攻で英語でなんて言うんだろうね。フリーウーマンゴッドアタックなのかな。神風特攻、自由の女神特攻とかそういう名前のネーミングセンスがあるんかね。あー正面ティーガー戦車いる、ティーガー戦車行くぞ、このまま特攻する、横っ腹つくよ、横っ腹。フリーウーマンアタックゴッドアタック、 OK ナイス。いいね、素晴らしい。なんかしかも一人生き残ってるしな。絶対お前ビビって降りただろう。給油して、給油、ダイナマイト給油して。大量につけようぜ。なんか地雷置いてるって。おい地雷絶対転がるでしょ、 BF1 仕様じゃないから。ねえ、なんか大丈夫その挙動、うろちょろしてるんだけど。大丈夫これ、ぶつかんない、ああ落ちてってる、大丈夫。これなんか変な誤爆とかさ、ああ全部落ちてった。いいね、地雷とかも乗せたら相当な威力出るんだろうなきっと。絶対破壊するマンだからね。なんか輸送車両来てる、輸送車両、待って待って待って、大丈夫。おい敵も C4 特攻してるんだが、これ絶対流行ってるってこのサーバーで。よし行くぞ、正面の戦車ね、正面の戦車、あのスポットされてる戦車多分今打ち合いにかなり夢中になってるはず。横っ腹つくよ、横っ腹。さあ味方がうまくヘイトを稼いでる間に俺では徐々にこの C4 特攻車で横っ腹つくから、なんか下がってる下がってる下がってる、いけるいける、大丈夫大丈夫大丈夫。行くぞ、準備はできたか、行ってこーい、葉っぱ OK。 え、待って、え、めっちゃ飛んでってんだけど、すーごいところに飛んでってた今。これいいルートではあるけど危険すぎないかこれは。さすがにいいポイント取られてるから仕方ないかもしれないが、これ弾幕起爆するの絶対。これ大丈夫このルート、怖いんだが。これまあ裏、やばいやばいやばい、歩兵いる歩兵いる、ちょ待って、対処しろ、マンキル。待って待って、車どうにかしろそれ。俺倒した。このルートはもう却下、危なすぎる。ちょっと負けそうになってるのやばくない。さっきまで圧倒的チケット数ではあったが、ちょっと逆転されかけているのか、大丈夫、どこだ、あーそこね、オッケーオッケー、待って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 、 C4 特攻やりすぎて打ち合いに、打ち合いにあんまり慣れてないからさ。いやもう BF1 の頃の C4 特攻、ダイナマイト特攻がどれだけ難しかったってわけよ。なんかね、BF1 の時はダイナマイトじゃなくて地雷を車に乗せるっていうのが主流だった。でその地雷の乗せ方がなんか何かのオブジェクトに乗せた状態でそこに車をぶつけてくっつけるっていう、ちょっとバグに近いような行為なんよね。 BF1 の時のダイナマイトって粘着式じゃないから、もうコロ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 、車に乗せてもコロコロコロって転がってっちゃうから、すげえ難しかった記憶あるわ。さあ敵のティーガー戦車見えてきた、熊特攻すると、また横っ腹つくわ。奥側にもいるけどあれは無視で、中央のこいつ行くぞ、みんな覚悟はできたか。5 4 3 2 1、葉っぱ OK。 もう気軽よ、気軽に今 C4 特攻できる時代です。はい、ということでお疲れ様でした。だ予想以上にさ C4 特攻分隊面白かったわ。もうちょっと難しいかなーって思ったけどね、分隊で一緒に動けばなんとか破壊できる。だって1分隊4人で1人4つまで
受け入れるから16個のダイナマイトで特攻したってことでしょ。そりゃ戦車コッパみじんよ。うわ、7台も破壊したのこれ敵ビークル破壊7台でエーブル分隊だけで11台も破壊してるわ。大丈夫これ自分のさ輸送車両の数も入ってね。地方特攻分隊楽しかったです。ということでお疲れ様でした。バイバイ。